はい、どうも皆さん、こんにちは。こがりです。というわけでですね、本日も、バトルブレイクアウトやっていこうと思います。プルはい、ということでね、<laughs> なんかいつものプルルルルルがね、うまくいきませんでした。ちょっとごまかそうとしたんですが、まあ、ごまかせそうにないので、とりあえずね、自分から申告しておきます。はい。これによってね、まあ、ケアしていくわけですよ。まあ、世の中ケアが大事だからな。 やっぱ僕もね、日頃ですね、ケアは怠ってないんですよ、髪の毛の。うん、最近髪の毛がめちゃめちゃ長いでおなじみなんですが、やっぱコンディショナーめちゃめちゃこだわってますね、今使ってるコンディショナーはね、 夜の、えー、コンディショナーなんですけど、夜っていうね、えー、ブランドの、まあ、コンディショナー使ってるんですが、マジでいい感じにね、髪の毛がサラサラでトゥルトゥルになるんで、皆さんおすすめです。はい、使ってみてください。えー、企業案件でも何でもありません。えー、ということでね、えー、今回使っていく武器なんですが、えー、こちらのね、VP12 だっけちょっとよくわかんないけど、まあ、使ってね、敵芝居でていこうと思います。 前回ね、僕がね、ノースリッチで敵を芝居たときにですね、足にね、一発被弾したと思うんですけど、なんとですね、その正体が DP のね、AP 弾だったんですよ。はい。びっくりでしょ真実はいつも一つってことで、蓋を開けてみたらね、えー、簡単なことだったんですが、えー、なんとね、敵のね、この DP12 の中に AP 弾がね、詰まっていたんで、えー、今回はね、あ、面白そうだなと思って、えー、ちょっと魔改造してね、持ってきました。はい。 えま、敵の、ね、DP は、ね、スタンダードバレルだったんですがここエクストラバージンオリーブオイルにすることによって有効射程度で精度が、ま、跳ね上がるんでこっちにしてます、はい、でマズルもです、ね、ちょっとあのエルゴノミクス下げつつ、ま、でも精度は上げたいなってことで、えー、精度が上がるやつ採用してますねで精度が、ね、22あるんで、ま、2倍スコープこれ222パンドラの箱開いちゃってますよ状態まで、えー、3の倍数ってことでアホになるんで、ま、これは、ね、必須かなとであとは まあ特にいらないんじゃないかなと思いますね。まあ、この DP にさ、ライトとかついたらまあめちゃめちゃ強いんだけど、さすがにそこまでぶっ壊れではありませんでした。はい、基本ステータス、えー、垂直44の、えー、水平49、49。エルゴノミが50の精度が22。えー、で腰ダメも50で有効射程が34度、はい。で、移動腰ダプラス10%。さらにですね、えー、ちょっとここにですね、 AP 弾の特殊能力が加わってきます。はい。えー、追加射程10メーター。つまりこれですね。えー、っと、マガジン外す必要はないんですよ。うん。えー、一旦マガジン入れてあげて、えー、有効射程44っていうことですね。だから、リコイル制御で垂直44でしょ。で、有効射程も44じゃん。で、エルゴノミが50の腰ダめ50でしょ。で、精度が22で、で、リコイル制御4級ってことで、マイナス10したら3級でしょ。 めちゃめちゃこれ数字さ、いいよね。これ A 型とか数学者の方、絶対好きな数字ですよ、これは。はい。だってもう、44W の、50W の、22でゾロ目で、そして49ですよ。最高だね。えー、てことでですね、今回はこちらのね、DP12、AP 型を使ってね、敵しばいていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はいとい、うことでですね、えー、早速やってきました。まずはノンリコイルでやっていきましょうか。まあ、こんな感じ。 ま、正直右手は添えなくていいかなこれ。モンビコイルなんでね、これは。うん。まあ、大体狙ったところに行くでしょうよ。はい。で、ちょっと詰めるのめんどくさいんで、サプライを注入していきましょうか。で、まあ、4層に関してどれぐらいかっていうと、えマジえ、マジえ、あー。あ、マジか。でもこれ貫通することあるよな。え、びっくりえ、これ、待って。<laughs> 貫通すること全然あるんだけど。あ、でも貫通しないこともあるわ。 いや運ゲーですね、これ、すなわち。ああ、でも強いな。4層に対して今のですよ、皆さん。見ましたかえー、ちょっと驚いちゃったんだけど、普通に。いやー、マジでさ、確率結構エグいんじゃないか。まあ、6ヘルに対しては、まあ、そんなに抜けないと。はい。いやー、マジか。4層ぐらいだったこれ、胴体ワンパン全然あるな。まあ、ない時もあるんですけどね。ま、あでも3発確定か。で、1発のつ時もあるし、これ、ロマンですよね。これはね、 確率ぶち抜いたとき相当気持ちいいぞこれはいめちゃめちゃこれさ撃つとねあのー、エルゴノミクスのゲージ下がるんで気をつけましょうね足打ちどうだろう足打ちはまあ確定で2発かいやーまあ2発っていうか4発かなるほどねわ、まあ、かりました、まあ、どっちでもいいけどな正直、まあ、敵もさワンチャン胴体狙いでやってくればよかったのにね、うん、全然あるよこれ普通にちょマジでまずいこと起きちゃってる これは最高だね。さあ、胴体は、えー、ここ抽選に外れて、ここも外れて、こっちも外れて、いや、こっちも外れて、こっちも外れて、まあ、確定で6発か。なるほどね。ただ、確率抜くことはあるんで、これマジのロマンね。えー、これはちょっとダメージ食らってるかもしんない。大丈夫かあー、ちょっとまあ、わかんねえな。まあ、正直まあ、五分五分か。はい。50%でまあ、抜けるってね。 えー考えたらいいんじゃないでしょうかとりあえずこれで回復させてあげて12、えー、抜けませんねとりあえず手前回復させた状態で1発撃って貫通しない貫通しない、まあ、4発で貫通したで次はどうなる4発で貫通せずに5発目と、まあ、このようにね、まあ、ランダム性能が高いんですよはい、AP 弾 いや、でも全然ありかなって思いましたね、正直。あ、俺やるわ、これ。確実になんかやれる気がする。はい、ということでですね、秒速38センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。マップはですね、もちろんね、警告の風作にやってきました。はい。警告風作でね、まあ、ショットガン使うんだったら、別荘一択とか、まあ、あとは RV プレイクですよね。 まあでも僕はね、まあ、そんな、ねえー、単純な考えの、えー、簡単なね型には当てはまらないんで、まあ、皆さんね気をつけてください。もう進出鬼没のね DP、AP 型でちょっと敵を芝いていこうと思います。はいまあ、全然詰めるからね、はい、銃声あるところにこんがりありけりっつってな、まあ、とりあえずここジャンプかまして、まあ、気分はルンルン、スキップ気分でいきましょうか。 いや楽しいよね、やっぱ。運ゲーだよね、本当に、このゲームっていうのは。もう、それがさ、まああの証明されればね、まあ、いいんじゃないかなって思いますね。皆さんのね、まあ、精神、衛生、状態的にも、運で縛かれたと思ったらさ、まだね、納得できると思うんですよ。理不尽にね、縛かれたとしても、まあそれは全て運だったんだと。今までのね、全ロスは全て運ってね、思えるんだったら、まあそれほど幸せなことはないじゃないですか。だから、今回僕がですね、しっかりね、 えー、敵の、まあ、高級装備、まあ、4層とか5層とかをね、えー、この AP 弾で胴体ぶち抜いてあげて、で、確率で勝っていくんで、はい。いや、これは楽しくなりますせ、ね。いや、運は相当いいと思うんですよ、僕。はい、YouTube 始めてさ、まあ、3年半で登録者数1万2000人近くいるんでしょう。これ相当運なんで、はい。もうあの全然僕に実力なんてものはね、あの、ないので、これはもう運ゲーです。本当 YouTube っていうのは運ゲーマジで。 もう本当にさ、バズったら勝ちのね、えー、簡単ゲーミングなんで、でも僕一回もバズったことないんで、はい。3年半やってね、一度もバズらずして、まあ、コツコツ来た男もいますよと、まあ、これはね、運じゃないのかもしんない。まあ、運もね、まあ、9割あるんですけど、やっぱ努力の塊ってやつですよね。さあ、援軍要請入っちゃいました。サブ赤に2期。 まあでもどうやらね、えー、まあサブ赤じゃない可能性も、まあ、なきにしもあらずなんで気をつけましょう。サブ赤って言うと怒られるんで、はい。まあ名前を変えない人もね、世の中にはいるみたい。まあ名前ってさ、特にこだわらなくていいよな、正直。選べないじゃん。だって名字とかさ、ね、僕のさ、名字なんだか知りたい。コンガリオです。いや、敵の気配ないんだけどな。援軍要請したのにさ、敵いないことなんてある。いや、ありえますよと、それは。 大いに考えられまますんで気をつけましょうね味方の援軍要請がそれすなわちね敵が近くにいるってことではない可能性はま12、あ、分にありますよだってだってさ当たり前じゃないですかそんなんさ心細いじゃないですか一人ってねソロプレイやってるわけじゃないんだからさまあ、そんなん当たり前だよな心細かったら味方呼ぶよなってこと援軍要請っていうのは寂しいようのね、えー、裏返しですから、はい、だから寂しいプレイヤーにね えー、ちゃんと寄り添ってあげましょう皆さんいないか敵はまあちょっと一応警戒なとりあえず敵いませんでしたのでまあ一旦合流しましょうかいやーちょっと詰めていきたいんだよね本当にガン詰めしたいこの武器でねもうゴリゴリ削っていきたいので僕はやっぱ決め手にかけるってところはあるんですけどね正直やっぱ運にね身を任せてしまってるのでまあ正直確定はしないわけですよはいまあでも 全然これはね、使えると思うんだよな、僕レベルになると。今までね、えー、散々理不尽な武器使ってきましたから、まあ、それに比べたらさ、こんなさ、DP のね、AP 弾なんて、僕にとっては浅見姉妹なんですよ。お茶の子さいさいってやつ。はい。まあ、だからね、まあ、やれると思うんだよな。今回はね、負ける気が全然してない。まあ、たまにあるんですよね。負ける予感っていうの。あ、この武器絶対勝てねえやって。じゃあなんでその武器で行くんだよって。そりゃあさ、 負けると思っててもさ、行かないといけない時もあるんだよ、男には。えー、ということで、ドスか。3番選手がドス言うとりますね。まあ、ドスは正直興味が全くないんですけど、ただね、えー、まあ、トークンしばきもありっちゃありかもしんない。頭しばけるもんね、これ AP なんで、一発で。いや、どうしよっかな。 まあ、ただ、ドスがいるのであれば、ドスはね、えー、敵に任せるかっていうのもある。さあ、敵にドス任せるかってね、えー、チャット打った瞬間に一番さんが言ってしまいました。これはコミュニケーション 20×。まずいですよ、正直。まあ、敵も寄ってくるしさ、敵にドス任せればいいじゃないか、それは。ね、全然余裕。てか、T3 ってなんだ、まあ、よくわかってないんで、えー、とりあえず、助かったって言っとくか。とりあえず、ここ、助かっておく。 ドスやっても何もいいことないよ、正直。やるんか。いや、俺やだよ、ドスに負けんの。ドスに負けんのが一案腹立つからな、正直。いっつはほら、待って、おかしいじゃん、ほんと。火力がおかしい、ほんとに。敵のエイムがさ、え、チートエイムなんで、これ。もうマジでまずいわ。こんなのにさ、構ってらんねえわ、ほんとに。一旦、ま、無視で。ま、あ別荘行ってもいいけどな。 まあただ、エクストラバージンオリーブオイルをね、ちょっと塗りたくってるせいで、あんまりね、室内はね、良くないんですよね。ベタベタになってしまいますから。ちょっとそこがまあ、懸念点ではある。怒られるじゃないですか、だって。油まみれの銃でさ、家に入ったら相当嫌われるぞ。これもう別荘出禁になってもね、なも文句は言えませんので、ちょっと別荘はまあ、考えどころではあるんですが、とりあえずちょっと後ろだけ警戒しとこうか。ドス無理よ、こんなん。やめよう、やめよう。 ドスなんてやるだけ無駄だわ、本当に。ちょ、これはさ、良くないから、えー、さっさとさ、これ、ずらかろうぜ。こっち側からさ、ちょっと別ムーブかますか。いつもとは違うムービングでいきましょうか、これ。ちょ、ムシ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 。ちょ、ドスはね、えー、正直相手にしてられません。痛すぎる。マジでダメージ半端ないからな。そんな奴らと戦うんだったらさ、敵と戦って死んだ方がさ、まあ、いくらかマシですね。いるか。ちょ、やめとけ、やめとけ。 1>, 1番さんも4番さんもようやるわ、本当に。いや、マジでドスなんてさ、ほっときゃいいのに。ボスがね、一番強いですから、このゲーム、マジで。関わるだけ無駄なんですよ。ああ、でも美味しいんかな。なんか落とすんでしょうかね。いやー、でもいっか。まあ、とりあえず無視。うん、ドスはもうしな。昇降場あたり、ちょっとね、えーまあ、僕、出稼ぎに来てるんですが、いないな。え、マジでちょっと敵の気配がしないんだけど、なんですいませーん。 全く銃声聞こえないんだけれども、LV パークのところしかさ、全然鳴ってないぞ。これおかしいね。ドスデッド。死んだらしい。いちいち報告してくれるの優しすぎな。チャットししないように気をつけような。さあ、目の前なんかいた。えー、とりあえず、なんかいるね。あー、ちょっと別荘の方にいるね。やっぱまあ別荘か、普通に。まあ当たり前ですよね、それは。で、目の前のあいつがまあスカブかどうか。 あいつはスカブだよな、さすがに。あれもスカブでしょで、その奥もスカブでしょ、多分。スカブしかいないんですよね。ちょっと嫌ですね、これは。ちょっとスカブは早めに処理しといた方がいいかもしれませんね。ちょっと待ってください。一発で縛いていくね、こうやって。いや、やっぱ AP 弾気持ちいいんだよね、普通に。使ってて気持ちいいわな、AP 弾って。頭に当てた時も快感でしかない、ほら。こういうことなのよ。これが、まあ、ショットガンに見せかけた、まあ、スナイパーライフル作戦ですよね。 これ相当気持ちいいんで。で、ここでしっかり玉米めもしておいて、フルにしておきましょうか。スカブしかいないじゃん、マジで。で、別荘にはドスが湧いていないの確定案件入ってるんで。えー、とりあえず、こいつを芝居とか、邪魔邪魔邪魔。マジでやめてほしいわ。お前らとやり合う気はないんだよな、正直ちょ。別荘行きたいんですけどね。えー、どうしましょうか。別荘に敵見つけたってとりあえず行っておくか。これさすがにさ、人か よくわかんねえ。これ誰君の名はちょっと行くか。ここ一気に詰めましょう。ここ詰めるムーブちょ。まず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 い。左から回ってあげて。で、はい、君は人じゃなかったね。人だったら、まあ、君死んでましたよ。救われたな。命拾いしたな、君は。じゃ、すいません。こっちに敵いるんで、援軍要請したい。ここに敵見つけた援軍要請したいわ。支援要請する。ちょっと待って、本当にさ、来てほしいんだけど。頼む。 全員でやんないとか当てないよ、こんな。一人ぼっちゅは無理ですよって。とりあえず、セカンドシーズン入れときますか。まあ、サードシーズンかもしれないな。ちょっと忘れてしまいました。こっち側来てくれ、ね。3番選手、4番選手。いつまでさ、あ漁ってんだ。あてか、間違えた。今回あれ、ね、持ってきてねえや、鍵。これはビアマズ案件ちょっとマジで別荘のやつ、芝くしかねえな、これは。うん。全軍、全身とか言って。 これは死亡フラグビンビンに立っていますが、エルビン団長じゃ無理でしょうね、さすがに。あ、いるな。ただ、重声的にしょうもないか。なんか、ベクター臭くねえか、今の。これやれるぞ。これやった方がいい。速攻行きましょう、これ。さ入り込んでいきましょうか。一番さんとともに。えまずはここでギャッツリね、足を消していく。やってんわ。あ、これ。何やってんの、君たち。これさあ、 ワンチャンさ、やり合ってるかこれ、後期かもしんないね。今がチャンスかもしんない、これは。さあ、ちょっとガッツリやっちゃいましょうか、じゃあ。さあ、ちょっとこれはチャンスかもしれませんね。今、傷ついちゃってんじゃないのもしかすると。やり合ってんのか。まあ、スカーブかもしんないけどな。ちょっと今さ、来た方がいい、確実に。ちょい、来い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 。さあ、敵を見つけたサードシーズン、フォースシーズン。そして、こっから、えー、支援要請する。 これでまあ確定コンボ入ったでしょうちょ。まずい。怖い。上いるな。ちょ、怖いけど、行くしかないんだよ。俺たちにはもう、行くしか道は残されていない。すっがっつりやっていきましょうか。いるっちゃいるわ、これ。いないっちゃいないかもしんないんだけど。うわぁ、怖い。あい、いるわ、いるわ、いるわ。見えてるわ。普通に階段の上いるわ、これ。ちょっと軽いですね。ちょ、ここさ一回ね、僕ね、どうしよっか。 もう、突っ込めさ。オッケーオッケーオッケーやってやってた。完璧、完璧。はい、ご装備しばいた。こういうコツ勝ったぜ。みんな見たかこれなんですよ。ちょっと今黙っちゃった。無言プレイ炸裂しました。対戦ありがとうございました。はい、勝ち。ね言ったでしょこういうことなのよ。ちょっとさ、死ぬかと思ってね。 えガチになっちゃった。すいませんね。あ、なんかごめんなちゃいね。僕、しばえちゃいました。ご装備。M4A1 にファールです。完全勝利。ああ、うまい。これは最高すぎるピッはい、来た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 。しかも、レジェンドだしな。はい、完璧。ちょっと待ってね。ちょ、これ僕の物資なんで、すいません。取らないでください。もう、絶対にやめてくださいね。ハイナだけはマジで勘弁。ちょっと頼む。はい、はい、はい、はい。 めっちゃいいの落としてくれるんじゃないのこれ。もしかして。バックパックの中身は何でしょうねライオンかこれ。あ,あ MP5 でした。え、ただめちゃめちゃ入ってんじゃん。やっばー。あう,うまいー。ちょっとマジかちょ。俺たちのメンタルブレイクアウトが無事に始まりましたね。えー、どうしよっかこれ。ちょっとスモークとかさ、いらないかもしんないな。ちょこの辺縛いておいて。で、しっかりね。えー、ちょっとエナジードリンクをガブ飲みたいマま飲んでおきましょう。 これ相当美味しいぞさあ、そしてですね、これこっちにもいるんだよね。この人は、普通にごぼうぐ持ってるじゃん。強すぎないこれ。完全勝利とはまさにこのこと。ああ、うまい味か。これはちょっと始まってんな。ちょっと待って、これさ、もう MP5 いらないよね、確実に。確定でここいらなくて。で、これ普通にさ、まあ、これごともらっちゃいましょうかって感じで。で、ここの中にもなんか美味しいものいっぱい あるね、さあとりあえず手術巻き巻きタイムかましておきますがちょこれトークンで帰った方がいいかもしんないなこれマジで相当においしいちょっとほんとにやめてくださいでここも回復タイムかましておいてちょめずいこれ始まってんわちょマジで始まったちょ帰れれば激圧案件ただ敵まだいるあと1枚かなあと1枚か2枚かまずい怖いそっちかなんかいそうだな マジでしばけ。それ。あ、いっぱいいるんじゃないのこれ。もしかして。やったか。やってないか。ちょ、待って、待って、待て、待て。あらん。ここさ、これでしっかりと、ボムっておきましょうか。やばい、ここ。めっちゃ落ちてる可能性がある。ちょ、待って、待って、待て、待て。いるな、そっち側。はい、はい、はい、はい。これ、相当いいグレネードではないでしょうか。ちょ、待ってください。ここしっかりとこっちにも投げとこう。これで、まあ、広範囲狙いつつで。 で、ちょっとこっち側にさ、この分身体投げておいて、で、僕はどうするかというと、ここからね、グレネードを、えー、しっかりと T13 投げていくわけよ。さあ、グレネード投げてあげて、いたわ今、いたなえ、確実にしばきます。さあ、M80 はほとんどフルなんで、え、ここ、がっつり詰めていいんじゃないのちょ、がっつり詰めるわ、これ。ちょ、マジでしばっからな。 おい頼む3番さんやってくんねえかあ標的撃破したそれナイスえー、激きやすぎないこれちょ待ってくれこっちでしばいたやつもさだって取れるでしょこれ普通にあもういっち,ーちょマジでやばいってこれはきたきたこれ味方かあんだこれ味方なのかうわマジきた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 神神神神神神こういうことなのよ やっばいちょっと上手すぎてさ、何を持って帰ればいいか分かんないんだけど、普通に。ちょ、待ってくれよ、これ。マジで始まってんだけどさ、始まってないっていうか。分かりますこれ。ちょっともうさ、正直分かんないんだよね。何を拾ったらいいのか。さあ、じゃあこっち側のやつも縛かせていただこうか。さあ、7万円のやつ。これさ、DP1 に縛いた方がいいかもしんないな。ありだな、それ。うん。これ DP1 に縛こう。 芝居ってさこれ RPK もらおっかでこいつもレジェンドさあレジェンドをなんか誰かがしばいたようですね、まあ、よくわかりませんが代わりにしばいてくれてありがとうござんしたあうますぎるー始まりましたついに俺たちのメンツルブレイクアウトがねこれはすごいことになってきたあおいしいおいしいおいしい これはじゃあ BP 弾ちょっとガッツリね、しばかせていただきましょうか。はい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 。対戦ありがとうございました。あ、待って。バックパックなんかそのまま取られた。悲しい。えー、じゃあちょっとドッグタグレジェンドはね、記念に持って帰りましょうか。やっぱ大事なんでね、こういうの。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、間違えたかもしんない。これまずいかも。これビアマズ案件入っちゃったかもしんない。ちょっと待ってください。これまずいこと起きちゃってる。ちょっと待ってくれ。俺の DP さ、 ちょっとアタッチメントこれ回収しないといけなかったのにさ、これ回収してねえじゃねえか。これはめんどくさい。いや、これニスコ回収した方がいいよな、確実に。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待って。じゃあ、ここにさ、俺のさ、RPK16 隠しとくか。ここに RPK16 とこれ隠してあげて、ちょ、さっきの DP 回収しに行きましょう。これはまずい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 。ちょ、待って、ほんとに。この4番さんがさ、俺のさ、RPK16 に気づいてさ、 なんかハイエナしてくる可能性がある。ちょっとまずい、マジで。ちょっと本当にやめて。今はやめてください、それは。マジでやめてください、本当に。頼むから。やばいかもしんない。取ったか。俺の取ったか。アップね、気づかれてなかった。はい、勝ちました。こういうこと。対戦、ありがとうございました。えー、ということでですね、あとは、もうこっちの別荘から帰るだけっていう簡単ムーブ。さあ、これは美味しかったよ、非常に。重量超過になりましたが、 もう関係ないでしょうね。はい。いや、これはうまいって、さすがに。いや、マジでさ、DP でね、あの、ご装備をしばけたっていうのが、感動案件、ほんとに。相当気持ちかった、これ。ちょ、待って、ここさ、上がれないんか。上がれたわ。よかった。はい、ということでね、ボストークン提出して、えー、もうさっさと帰っちゃいましょう。味方は知らん。俺は、野良のことなんて何も考えない。あえて僕は味方に試練を残したいと思う。ここで、帰還するぞと。 言わずにえ、僕はさっさと帰還します。これが、外役野良の先帰り警察、大激怒案件のやつ。僕はね、味方には何も言わずに帰還するんで、はい。おい、トークン怒ってもらえると思ったら、大間違いだぞ。お前たち、あまり野良を信用しすぎるな。じゃあな、俺はヘリコプターに乗って、お先に失礼します。これなんですよね。野良を最終的に裏切る外役野良っていうのは、マジでさ、 先に帰るやつなんなんこうやってトークン提出して。最低だよな、本当に。マジですわん。でもこれさ、お前たちを待ってるとね、え僕がしばかれるんだわ。ってことで、完璧なレイド、来ました。うわぁ、気持ちいいさあ、本日の最終結果、一体、おいくら万円になるんでしょうかいや、まさかね、こんなことになろうとは思いもしませんでしたが、さあ、本日の最終結果はこっちらえー 57万円勝ちました完全勝利ですはい。ということで、いや、めちゃめちゃ美味しかったよ !M4A1 に、そして RPK16、さらには AN95 マニアに、そしてなんかご装備が2つに、もういろんなスコープ、うましいってことでですね、まあ、今回はこんな感じでね、えー、幕を閉じました。はい。ファルももらってるしね、このファルもまあまあいいんじゃないかなってことで、 非常にね大満足ですはいまさか DP がね、ここまでバケるとは思いませんでした。皆さんもね、えー、ぜひ AP なんでね、お祈りゲーミングかましてみてください。以上、今回でした。じゃあなっ、じじ